結局 DLC、買ってしまいました。でしょうね。というわけで前回に引き続きアプデ追加車両の紹介、今回は有料 DLC 回です。また1台でストレンジリアルの戦闘機と同額であれば普通にスルーしましたが、まあ3台でこの値段なら許容範囲内です。前置きはそこそこに早速1台目、BMW、現行型の M4 ですね。前頭のグリルが大型化したことにより賛否両論を呼んだモデルですね。確かに出た当初よりは拒否反応も減ったように感じますが、ディーラー勤めの友人が生で見ると思ったほど悪くないと言っていましたが、そもそも走ってるのを見たことないという、土地柄もあるんでしょうけど、先代のデザインが秀逸すぎたってのもありそう。キットは比較的攻撃的と言いますか、攻めたデザインのもののみという印象、おしゃれな方向に作るのはセンスが問われそうですね。他の車からの慣例として、GT3 のキットが入っているものだとばかり思っちゃってました。内容なのでちょっと残念。車種が車種なだけにキットが実在するのかすら曖昧ですね。一つくらいはモデルと売り二つなものがありそうですが、このモデルの賛否部分であるグリルを分割するキットもちゃんと入っていたりします。どうしてもこのグリルが嫌ならこれ一択でしょうか。案の定と言いますか、迷走しています。この車の予告画像が出た時にはすでに GT3 で組む気満々だったのでなおさら。ストップ、思い込みと慢心。そういえば撮影中にふと思ったのですが、BMW で2ドアスポーツモデルといえば M3 の認識でしたが、気がついたら変わってたんですね。ちょうどこれの先代から M4 となったようですね。未だに初代 M3 の影響で2ドアイコール M3 みたいに思っちゃいますけど。ついでに言いますと、今回現行型が実装され、E30 以降の2ドアモデルは全てで揃ったようです。運営に熱心な DM ファンがいらっしゃるんですかね。M3、4以外にも収録されてますからね。先行担当に普通にいそう。今回 E31 型8シリーズも追加されてますからね。歴代の DM を思いっきり滑らせたいという方は今からでも買ってみるといいかもしれません。ひとまずこんな感じで、ファイナルとかを足せばフォーミュラ D とかにエントリーしてそうな感じで作ってみました。車体価格が1000万を超えてきますからね。これのドリフト競技車両なんてあまり多くはなさそう。一応現時点で存在はするようですが、少なくとも個人や小規模なチームでベースにされることはしばらくないんじゃないかなと。ちょっと動きは重たいなぁと感じます。今まで多くの車をまったり系と評してきましたが、動きの重さはワーストレベルかも。これもセッティング次第で改善できるのでしょうが、逆にそのレベルでカバーしきれるのかなというほど重さを感じてます。パワー自体はあるのでひたすら流し続けるコースは強いですが、細かいコースで後追いは難易度高くなりそう、そんな感じです。はい、来ました。GR86 です。ドリフトを題材にしているゲームでは外せない1台がアプデにて登場しました。i8 やらフォレスターやら軽トラを扱っていたせいで王道が来ると逆に違和感を感じるように。もう私末期ですね。まあ国内ドリフト競技にも続々新車が投入されている車種ですから、多くのプレイヤーさん待望の1台なんじゃないかなと。有料ですけど。あれ、このカラー、私どこかで見たことありますね。気のせいですよ、気のせい。キットの総数は少ないですが、それぞれ方向性が異なるので個性は出しやすいんじゃないかなと、細かいパーツの差分も充実していますしね。オーバーフェンダー化されないキットがあるのはいいですよね。競技系キットばかりでストリート仕様で組めない車も多いですから。がっつり競技仕様で組みたいのであればパンデムのフルキットがありますから、T1 車両の再現とかも楽しめるんじゃないですかね。これがストリート向けキットですね。ここからライトやらウィング、ミラーを変更してより隅に近づけていくのも楽しいんじゃないかなと。ライト類など細かく差分をつけるパーツは非常に充実しています。ここの組み合わせでどれほど個性を出せるか。腕の見せどころです。今回パンデムのキットを選びましたが、キット内の選択によっては大きな金などを取り払うこともできるんですね。これはこれで新鮮でいいかも。
フェンダーからサイドに渡って装着されているパーツについても同様に取り外すことが可能です。外しても結構ありだなぁと個人的に思いました。リアのディフューザーも取り外せるんですね。ここのあたりの吟味もまたこのゲームの醍醐味かもしれません。そういえばトランクの選択によっては一部ウィングが選択不可能になるのでご注意を。今回はそれを知らずトランクを変えたためウィングの選択肢が少なく表示されてしまっています。とりあえずこんな感じで、選択肢の幅が広い車ですし、後でゆっくり作り直したいところです。サイドとリアの付属パーツを外すとだいぶ印象変わりますね。ただまあ型通りの仕様にしちゃったなぁというのが編集時の感想です。これだったらあまり物珍しさを表現できていないんじゃないかなと。普段なら自分で試してくれと言いたいところですが、これ有料 DLC ですからね。悩みどころ。だいぶ巻き込み癖が強いなという印象、先ほど乗った BM が安定しすぎていたというのもあるんでしょうけど。現状だと深い角度に持っていくとあっという間にハーフスピンします。セッティングはアンダー方向の方が扱いやすくなるんじゃないですかね。本日最後はこちら、新型。ではなく大規模マイナーチェンジを受けた RZ34 型フェアレディ Z になります。気のせいですかね、どこか違和感を感じるような。おそらくルーフがボディ同色だからでしょうね。実車にも同色の仕様が存在するようですが、多くの場合は黒くなっている部分ですから。ああ、それでなんとなく間延びして見えるんですね。キットの確認いきましょう。こちらも最初の BM と同じくワイドボディ前提の仕様になりそうです。どれもかっこいいので悩みます。このラインナップであれば純正方面で行くよりは、思い切っていじっちゃう方がいいかもですね。それにしてもこの Z、本当に秀逸なデザインですよね。残念ながらまだ生で見たことすらないのですけれど。当分はゲームの中で。というか一生そのままな気がしますけど。宝くじでも当たらないかなぁ。まず買わないことには始まらないですよ。あとはしばらくパーツ一覧を映している光景をどうぞ。こんな感じにしてみました。432仕様ですか。元のデザインが寄せられてるだけに結構似合っていると思いますよ。時間があったら DRE カラーにしようかなと考えてます。それかベンズオイルカラーとかもありかなと。次回のアップで紹介があったらその時にお披露目しましょうかね。さっきの GR86 とは真逆のアンダー傾向。こっちは逆にオーバー方向にセッティングしないといけませんね。それさえ改善できればかなり優等生な挙動なんじゃないでしょうか。パワーも十分ですし、動きも比較的機敏ですしね。というわけでバージョン 2.17 追加車両、有料 DLC 分のご紹介でした。王道の車両といいますか、多くのプレイヤーさんが待ちわびていたんじゃないでしょうかね。オンラインで見られる車もまた増えそうで楽しみです。他のハードでの配信状況はちょっとわかりませんが、Steam 版においては3台で580円となっています。現状の車両で満足というのであればそのままでいいでしょうし、すぐに触りたいというのでなければセール時に購入するというのもありかもしれませんね。では本日はここまでです。お付き合いありがとうございました。